海と日本プロジェクト、父の日にプレゼントしたいふるさとの海鮮おつまみ、お酒特集。まずは山本食品のねぶた漬けです。山本食品のねぶた漬けは発売以来半世紀を迎える青森ではおなじみの商品です。ねぶた漬けには数の子、昆布、スルメなどの海産物が入っていて、海からの恩恵を受けています。我々の住む青森には陸奥湾があり、青森市では海岸清掃から植林までさまざまな活動を行い、愛着のある陸奥湾を大切にしています。弊社も豊かで美しい海を守り続けることに賛同して、多くの人にねぶた漬けをお届けしたいと思っています。続いて清酒桃川です。桃川は奥入瀬渓流の水を仕込み水としてお酒を作っております。奥入瀬渓流の水は軟水でございますので、その水で仕込む桃川のお酒はソフトで口当たりが柔らかいというのが特徴でございます。酒造りにとって欠かせない水を守り、源である奥入瀬渓流や海を守るため、県や地域での自然環境保全についての取り組みに賛同しております。最後は味の格の屋いちご煮です。八戸の郷土料理いちご煮は、海の香りと旨味を存分に楽しめるウニとアワビの吸い物です。お椀の中で乳白色の汁に沈む黄金色のウニの姿が、まるで朝もやの中に霞む野いちごのように見えることから、いちご煮と名付けられました。1980年、味の格の屋が全国で初めて元祖いちご煮缶詰として商品化しました。愛され続けて37年、豊かな海への感謝の気持ちがたくさん詰まった海の恵みのスープです。ふるさとの海鮮おつまみ、お酒特集でした。海と日本。